るい安村さん、ありがとうございました。では今日も元気にちいかわ占いです。今日最も余裕性なのは魚座のあなたです。発言に説得力が増して存在感アップ。ポジティブな言葉を使うことも意識しましょう。ラッキーパーソンはよく笑う人です。3位の蟹座の人は素敵な出会いがありそう。行動エリアを変えて外出してみてください。7位の双子座の人は空回りして判断力が低下。時間を空けて仕切り直しましょう。続いて9位の天秤座の人は時間を無駄遣いして後悔。1日の行動計画を立てると良さそうです。そして今日最も悪い運勢の人は、ごめんなさい、いて座のあなたです。先延ばししていた作業に追われそう。迷っている問題があるならすぐ決断してください。でも大丈夫、そんな生き様月を回復させるラッキーメニューは冷しゃぶです。キュッ、イエッ、